それではですね、まあこう作業中の状況だとしますね。でこれをね撮ってみたいと思います。でカメラを持ってきます。でカチャッと起動しました。今ですね、撮影モードはオートになってます。この状態で撮りたいと思います。撮りたいのはこれですね。これを撮りたいとします。まあ作りかけだということで撮ろうとします。普通に撮るとわかりますかね。これを撮りたいんですけれども、奥にピントがいってますよね。はい。まずこんな状態になります。で、これをどう解消するのかというお話です。で、まあこう持ってきましてですね、撮れない。撮れないなと思ったら、まあ明らかにピントが合ってないなっていうのがわかるんですけど、そしたらですね、まずここ。大体ね、そのお花のマークとかになってることが多いです。これをまず押してください。マクロモードですね。これでまずマクロにします。マクロというのは近くのものをね映すことができるというモードです。これにしてあげて、合わせたけど今近いものにピントが合いましたよね。で奥がちょっとぼんやりしているのがわかると思います。撮れました。うん、手前の方にピントが合ってますね。 OK です。まあ、こんな風にしてね、これを変えるだけで撮ることができます。ただですね、今回は、分かりやすく撮れましたけれども、実際撮って後で見てみるとピントが合ってないっていうことがよくあると思います。そういう時はどうするのかということなんですけれども、A4 の紙ですね、ちょっと厚めのマット紙なんですけれども、これに、グレーから白のグラデーションを僕は印刷した紙を持ってます。これをですね、後ろがごちゃごちゃしててもその前に置いてこうするんですね。こうしてあげます。でこの状態で撮影しますと他に余計なものが映らないんですね。他の余計なものが映らないのでピントはそこにしか合わないです。背景がこれしかなかったらこれしか合わないので非常に確実に撮ることができるようになります。で周りもごちゃごちゃしないのでね、綺麗な写真になります。この方法を試してみてください。もっと近くで写したい思う時ありますよね。こっから上をアップにしたいんだっていう時、じゃあねもっと近づいてみましょう。ぐーんとカメラで近づいてみました。ピント合いません。ピント合わないです。合わないまま撮れました。じゃあズームにしてみましょう。ズームでも合わないです。合いませんね。普通は一番ワイドの状態の方が接写できます。ズームにすればするほど、ズームにすればするほど合わなくなります。ですのでズームでアップして撮るっていうのは基本的にあんまりできないと思ってください。近寄ってください、はい、ただですね近寄ると照明が当たらなくなって暗くなったりしますんで、これで撮るよりもちょっと画像サイズは大きめに、画像サイズをね大きめにしておいて、今5メガになってますけども、もう最大の8メガでもいいと思います。最大の8メガサイズにしておいて大きい画像にした上でピントが合うギリギリに持っていって、今合いましたね。ピントが合うところで撮る。でこの写真をトリミングした方が綺麗に拡大画像が撮れます。手に入りますのでそちらの方をおすすめします。